区立中野東中学校和太鼓部による迫力の演奏で始まった東部祭りみんなの広場。晴天に恵まれた先週末の2日間、中野区中央にある東部区民活動センターを会場に地元の14町会が協力して開催されました。東部祭りオープン。中野区では区内にある15の区民活動センターごとに地域で交流し楽しく過ごす催しとして地区祭りを開催しています。45回目の開催となった今年の東部祭りはコロナ禍ということで人数を制限したり企画数を減らしたりと規模を縮小しながらも感染症対策をして開催。それでも食べ物の模擬店や地元で活動する皆さんの作品展などで楽しもうと初日のこの日はおよそ500人が訪れにぎわいを見せていました。センター2階で行われたのはふれあい広場と題した園芸企画です。太極拳の体験やアイリッシュハープとバイオリンの演奏の時間は用意された席がほとんど埋まる盛況ぶりを見せていました。また中野区の食育推進キャラクターうさごはんも登場し小さな子どもと一緒にダンスを踊って大いに盛り上がりを見せていました。で今日の来場者が約500人、想像してたよりも本当に多くってもうこちらもびっくりするぐらい喜んでおります。でお天気にも恵まれましたのでお客さんも多かったかな。それから去年からの傾向ですけど親子連れ の来場者がとても増えております。皆さんのママ友でねあそこのやってるよという情報を流してくださってるのかとても賑やかになってきております。ありがたいと思います。来年度に向けましてはもう少しコロナの状況が良くなればイベントを増やしたりお店の出し物を増やしたりというふうに前向きに進めていきたいなと思います。最後は毎回恒例となっている全員参加の抽選会も行われた東部祭りみんなの広場。来場者もスタッフも10月最初の週末を楽しく過ごしていました。